ちゃんちゃれちゃん。ちゃれれんてれん。ララランラララン。ララララン。でたんたたんたたん。はい、皆様、ごきげんよう。恐怖の地獄のチューリップラジオ。いらっしゃいませ。ね、結構あの、チューリップラジオやるとね、長いから聞くのが大変だからね、みんな震え上がってるかもしれないんですけれども、 あのなんとなくねなんか一回やったらすごい楽しくって昨日ねあの1時間ぐらいもっとかなやっちゃったんですけどもねで聞くのすごい大変だったと思うんですけど最初から最後までね聞いたよってねあの、言ってくれたファンの方たちもいてすごいプレッシャーだったと思うんですけどね <laughs> なのでね今日もねちょっとねみんなを困らせない程度にやってみようかなと。 思いますちょっとお水をね横に置きながらで昨日はねサルーキーのえっと愛とロックンロールのアルバム全曲歌ったり話したりとかしたんだけどえー、っとねすごい楽しかったんだけど今日はね森高やってみようかな森高の私えっとね、えー、ラッキーセブンから入ったんだけどその1個前のロックアライブっていうのがあって 1992年の結構ねこれも好きなんですね私あのラッキーセブンもすごい好きなんだけどあれはね森高が結構爽やかなお姉さん系に転校した時で、まあ、割とこう女性受けもいいような感じであの結構まあ万人受けするような感じの あのイメージチェンジした感じの時のアルバムかなと思うんだけどなんか「ロック・アライブ」はその1個前でまたね「ラッキー・セブン」と打って変わってねこうすごいねロックな感じでいい意味でねまだね森高がとんがってるんですね <laughs> まだこうとんがってるで結構私とんがった感じもすごい好きなんですね。 あの何、ー、だろうなあんまりこう世間に媚びてないみたいな感じもすごい好きなのであのー、ちょっととんがった感じのところがまだすごいあの残ってるアルバムっていうのでえっと今日は「ロック・ア・ライブ」の中からまあ歌える曲全部歌えないかもしれないけどえー、と1曲目からねやってみようと思います。 でちょっともう疲れたらあの前編後編とかに分けて途中で切っちゃうかもしれないんだけどやってみたいと思いますそれでは1曲目コンサートの夜ワン・ツー・スリー・フォー星空が広がっていたあの夜はダダダダダ

卒業式の帰りみんなで行ったコンサート今でも大切な思い出汗をかいて歌った大好きな歌 何もかも忘れて夢中で踊ったわ。だけど、なぜか寂しくて、帰りたくなくて、声が枯れるまで歌い続けた。 友達のことやこれからのことを心の中で噛みしめていたあの夜は北風がまた冷たくて見上げれば

やっぱり寂しいわとても楽しかったねまた来ようねとパンフレット片手に約束を交わしたそして北風の中をみ 一緒に歌を歌って夜道歩いたあの夜はステージの照明が目に焼き付いていつまでも消えなかったの 「チャララララララチャララララララ」「みんなで見上げた」「ほくとしいがどんな夜より輝いていた」「忘れない」 ずっとこのままでいたくて、星空にアンコールを送っていた。あの夜は、チャララララララン、ジャララララララン。 はいありがとうで久しぶりに歌ってねちょっとね違っちゃってたかもしれないくてごめんけどこれがね1曲目なんですね私ねすごいショックなことがあって今44歳なんだけど44歳になったとたんコロナになってなんかコロナになるとねあの調べたらねなんか老化細胞が増えるっていうのを見てすっごいショックで。 こんなに頑張ってアンチエイジング頑張ってきたのに老化細胞があの増えるっていうのでもうすっごいショックでだからね後遺症っていうかねちょっとしんどかったんだって思ってでね全然私あの老眼とかあの全然ピンとこなかったのに昨日かなあれって歌詞カードで歌詞がすごい。 見にくかったんですね <laughs> すごいショックであのすごい歌詞カードのすごいなんか見にくいちっちゃい文字で見にくい歌詞カードだったっていうのもあるんだけどやっぱりねなんかね近くのちっちゃい文字が見えづらくなってすごい「えこれ来た?」と思って今,今44歳になったから来る頃なんですかね。なんか で調べたら、まあ、老眼にならない人はいないって書いてあったから、まあ、少し落ち着いたんですけどもやっぱりすごいショックでしたなんかそれ気味になっちゃったのかもしれなくって今もねこの「ロックアライブの」あの途中でちょっと止まってる時とかあ見えにくいんだなって <laughs> 見えにくかったりしてそれでちょっとね途中で止まっちゃったりもし,てしたんですね。 ね、ち,ょちょっともうちょっと部屋明るくした方がいいのかなって感じでなんかね確かにこう近づくとちょっとぼやけるあんまり少し離した方が見やすいいや怖いと思ってすごい全然もう自分ねまだまだ若いつもりで老眼と無縁とか思ってたんですけども44歳だからやっぱりちょっとずつなるのかなって思ってねファンの皆さんはすごく若くて。 30代の方とかも結構いらっしゃるのでねすごいショックを与えてしまったかもしれなくって全然ピンとこなくてねあのー、こんな話してごめんねって感じだけどでも、あのー、40代50代60代とかのファンの方は分かってくれるかなと思ってちょっとあんまり言いたくなかったけどねさっきまたちょっと歌詞カードが。 <laughs> 若干見えづらいなって思いながら歌っちゃってたので白鳥しましたいやーちょっと本当にショックでこれもコロナの後遺症っていうかコロナのせいでねなんか老眼が早まっちゃったんじゃないかって老化細胞のせいでと思ってすごい怖くっていや本当に今度皆さんにの目の前にね 現れるのがすごい怖いです, <laughs> すごい急になんかジュリー・ <laughs> プリンセスさんなんかすごい若く見えてたのになんか急に年相になったねとかああ老けたねってわ思われたらどうしようって思ってねすごいあのち,ちょっとね心配で1ウォーキングとかしてねあのなんとかお食事とかで若返ろうとしてるんですけどもまた。 ちょっとコロナのダメージがすごい強くってね大丈夫か本当に不安だからねあのー、優しく見てくださいもし次に私が美食ドライブやった時もすごい怖いんですけどもあのー、そこからまたちょっと頑張ってねなんとか若返っていきたいなと思うので多めに見てくださいということで2曲目大好きなやっちまいなちゃ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  あなたは私の恋人とても愛してるわ。真面目に毎日働き不満も言わない。手取りは少ないけれども貯金もしているわ。私がお夢に行くなら悪いけどあなたよ。 だけど「つまんないやつだと陰口叩たたくやつがいるわ」「ちょっとよやっちまいなやっちまいな」「黙っていないでやっちまいなやっちまいな」やっちまいな 私が許すよそんな小粒ともはじゃャンゃャンゃャンチャららラ,ラ,ラン休みはドキドキ私とデートしてくれるわン二人の食事はいつでもファミリーレストラン つも趣味などないけどスポーツは万のぼう」「緊張の子供に野球を教えるのが好き」「だけど退屈なやつだと陰口」「叩くやつがいるわ」 ちょっと、やっちまいら、やっちまいら、黙っていないで、やっちまいら、やっちまいら、私が許すよ、そんな一気やろ、だだだだ、そぼよ、私と。 もうあなたをちゃんと味方するわ。だからやっちまいな、やっちまいな。たまには怒って。やっちまいな、やっちまいな。遠慮はいらない、そんな。 あなたが好きチャンチャンチャララタンはいありがとうすごいこれはすごい大好きな曲だからほとんど歌詞見なくても歌えちゃった <laughs> ほとんどこう歌詞がぼやけててもこれ大丈夫でしたね頭に入ってるみたいねいいでしょう。尖った感じも <laughs> これは本当に私の大好きな曲で 私とんだ時もあなたをちゃんと味方するわ」でねファンの皆さんのことを思って歌いました。これを今聞いてくれてるあなたに向けてあの念を送ってそこ歌ったのでねみんなもねつらい時はこれを聞いて頑張ってください。 はい、えー、ではですねすごい私の大好きな「あのやっちまいな」を歌って若干テンション上がったのでね少しお水を飲ませていただきましょうふーすごいなんかのびのびしていいですねやっぱりラジオがすごい私の独壇場でやりたい放題なんですけどもね皆さんあのまあ気晴らしに。 聞いていただけたら嬉しいなと思います。ではでは、私がいつも振り付けで踊ってる私がおばさんになっても、ちゃんちゃなだらん、ちゃちゃんちゃちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃん、トゥー。 だだ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 だンダンダ秋が終われば冬が来る本当に早いわ夏休みには二人してサイパンへ行ったわ日焼けした肌まだ黒い楽しい思い出 来年もまたサイパンへ泳ぎに行きたいわ。あなたは優しい人で私を抱き寄せてずっとこのままいようとキスをした。 ただた私がおばさんになってもおよきに連れてくの。はてなみ次はとても無理よ若い子には負けるわ。私がおばさんになっても本当に変わらない。

あなたたが言ったのよ「だけど何食わぬ顔で私を見つめてあれは冗談だった」とキスをしたただただ,だ私たがおばさんになってもディスクに連れてくの」 ミニスカートはとても無理よ。若い子には負けるわ。私がおばさんになってもドライブしてくれる。オープンカーの屋根外してかっこよく走ったよ。

恋っいことばかり言ってもお腹が出てくるのよ。私がおばさんになっても本当に変わらない <laughs> とても心配だわ、あなたが若い子が好きだから。ふふじゃららたんらたん。 タンタンタタタン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 ふふふフあーすごい楽しかった今までで一番楽しく歌えたかも。<laughs> あの振り付けの時はねもう振り付けで必死だからねあの歌詞をかみしめてる余裕とかもないんだけど今ねこうやってアカペラでね歌ってみたら改めてすごいいい曲だなって思いました。 結構あのやっぱ代表曲だしねヒット曲だし振り付けを覚えたいから頑張ってやってたのもあるんだけどねえやっぱりこれ普通に本当に今あの何のバックミュージックもなくあの踊りもなくアカペラで歌ってみたんだけどすごいね歌ってて楽しくってやっぱりいい曲だなって思っちゃいました。ねえおばさんに ななってても愛して欲しいですねなんか私も最近ね <laughs> やっぱりいろいろ身にしみるっていうかねちょっとね前までひと事なところもあったっていうかまだやっぱり言っていろいろ変化を感じつつもまだ若いっていう気持ちがあったんですけどやっぱりねあのー そうですね <laughs> コロナでうちが試されてるかわかんないけどちょっと弱気になっちゃってねなんかもう最近またいろいろなんかちょっとなんかねコロナになってからまあちょっと老けた気がすると思ってねちょっとねなんか、うん、弱気になったんですねおばさんにな,んかあのなっちゃったんじゃないかってねなんか思ってでもねおばさんになってもね 不安ですよね確かに <laughs> その若くてね綺麗な時の自分に惚れてくれてで始まってるからあのおばさんになって綺麗じゃなくなったらと思うとあの不安っていうかねあのそれでも変わらずにね愛してもらえるかなって確かにあの不安に思っちゃうかもしれないなというのも思ったしまあそんなもんじゃないだろうっていうね あのそんなもんじゃないあの愛を育てたいなともちろん思ってるんですけどもねなのでまあおばさんになってきれいじゃなくなってもでも王子は私をね愛してくれるのかななんてでも多分ねそれはなんか大丈夫な気がするんですねあのそういうことじゃないっていうかどっちかっていうと私の中身が変わっちゃったりとか。 私がやっぱりあのすごい性格が悪くなっちゃったりとかした方がしたら冷められると思うけど多分あの年をとって、うん、もしそんなにここまで綺麗じゃなくなったとしてもあの王子の場合は多分それでもねあの私の中身が良かったら愛してくれるだろうなっていうなんかそういう安心感はあります。 とはいえねやっぱなるべく綺麗でいたいなと思うしね,ね森高も私より11歳上で55歳だけどねあのもちろんねやっぱり芸能人だしあのやっぱりいろいろとねケアはすごいしてるだろうなっていうのは思うけれどもでもすごいスタイルよくって足も綺麗だしあの可愛い雰囲気とかね笑顔とかねあのー、すごいあの今でも。 あのみんなをあのキャーキャー言わせてね。ファンの皆さんをあの卒倒させて、あのキュンキュンね。あのブイブイ言わせてあのそう。活躍してるのを見るとね。私もあのそこまでなれるかわかんないけど。でもあの11年後だからね。でもあの少しでもね。あのそうですね。まあ一般人なのでね。いろいろなんか？ あのできることに限りがあるかもしれないけどでもあのいろいろ努力してねまあ、私がおばさんになってもなるべく綺麗でおばさんにならないようにねあの初々ういういしさっていうのかな雰囲気若さ保ってまあ仕方ないところは仕方ないとしてねあのなるべくあのなんだろうな内面的なピチピチ感っていうか <laughs>。 <laughs> 雰囲気としてなんかこうピチピチ感のあるなんか潤いのあるっていうのかなうんそうですね初々しさのある女性でいたいなっていうのはすごく思いますなのでどこまでやれるかちょっとわかんないけれどもねえちょっとナチュラルに年を重ねるとどこまでやれるのかっていうのは人間のやっぱり あの限界があるかもしれないので分かんないけれども私なりに努力してやっていきたいなと思いますその時もまたねこれが10年後も歌えてたら歌えて踊れてたら皆さんね拍手してください <laughs> <laughs> 森田が今でもねやってるから私もやれたら嬉しいなと思うけれどもね10年後この美食所チャンネルがどうなってるか分かんないけど 10年後も私がねミニスカートでこれを踊れてたらその時はこのラジオを思い出して拍手をしてくださいはい、えー、それでは次もあこれも好きな曲ですねもうあのあ行あ行チャレンジやってるのでねあのあ行チャレンジでもうそろそろ歌おうかなとかも思ってたんだけどおばさんっていう曲ですねワン・ツー・スリー・ワンおばさんワン まさこというのお母さんのすぐ下の妹だけれど一人暮らしなの結婚もせず気楽に暮らしているおばさんは 仕事が好きで会社ではたくさんの部下を使ってるすごく人気者本物の駆り合うマン 「なの休みの日にはうちに遊びに来るの」「私を見ると大きくなったねと笑う」「お母さんにはいつも遊ばないとふけるとタバコを」 吸いながらビールを飲むおばさんと遊びに行くとブディークやレストランをよく知ってるとっても若いのよ が合うの「だから大好きなの」「おばさんは音楽好きでたくさんの古いレコードを持ってる」 青春時代の思い出を大切にしてる恋人はいるのかな一度聞いてみたいな 素敵な人を私に紹介してね。仕事ばかりしてるとチャンスを逃しちゃうわ。そろそろ落ち着いた方がいいよ。 お正月やお盆は長い休暇を通って海外旅行世界中に出かけてるお母さんは一度も出かけたことないから今度は一緒に連れて行って でね恋はしているのかな一度聞いてみたいな。素敵な人を私に紹介してね。仕事一筋だからチャンスを逃しちゃうの。そろそろお 落ち着いた方がいいよあなんか泣いちゃった <laughs> なんかお,お母さんは一度も出かけたことないから今度は一緒に連れて行ってねっていうところでなんか泣いちゃいましたえー、これって本当のことなのかな,なんかお母さんは専業主婦で子育てとかねお家のこと頑張ってて対照的にあのおばさんは あのね、結婚せずキャリアウーマンでいろいろ海外旅行に出かけたりとかアクティブに遊んでるっていうような感じなんでしょうかね。タバコを吸いながらビールを飲むっていうのはすごい驚きましたけど <laughs> すごいファンキーなおばさんですね。これ本当のことなのかな誰か知ってる方いたら教えてほしいんですけどもそれとも。 まあちょっとデフォルメっていうか脚色ありっていう感じなんですかね,ねでもおばさんのことをこうやって新にして曲にするってやっぱりすごい面白い視点ですよねでもなんかねなんか温かみがあってねこの曲も当初からあの中高生ぐらいの時に私は森高にハマってたのでその頃にあのまあよく聴いてた アルバムなんですけれども、うん、その頃からなんかこれはすごく印象に残ってる歌ですね初めて歌いましたライブでも歌ったことないし多分ねアカペラでも歌ったことないので今初めて歌ったのに歌いました <laughs> はいね面白いねおばさん1曲ですねでも <laughs> おばさん歌ってみましたちょっとなんか泣いちゃったからお水飲みましょう泣いて水分が出たので <laughs> 前編後編に分けようかな <laughs> どうしよう <laughs> ちょっともう限界を期したらそうしますねはい「アルバムチャレンジ」「今日はロックアライブ森高千里」「次はあこれも好きなんだよね結構」 「チたラ,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 ラいつも聞かせてくれたあのフレーズを」「今も忘れられないのよ」「とても不思議ギターの音嫌いだった」 あの頃私、それなのに別れた後で何もかも好きになるなんていつもあなたはギターを練習してた 私よりもギターのこと夢中だったデートしてる時もあなたガキやめぐり髪の毛を肩まで伸ばしディスコにも 行かなかったわねもっと私は二人だけでいろんなとこ一緒に行きたかったわあんな に嫌いだったギターを私始めたのよ驚くわね今度会ったらもう退屈させないわよ同じ趣味だわもう一度 あなたのそばで聴きたいのあの曲のフレンズを叶うなら私のギターで聴かせたい あのラブソングをね良くないですかちょっと隠れ名曲かなと思ってるんですけどすごいなんかねかっこいいし切ないんですねなんか曲もかっこいいしなんかそのかっこいい曲のなんかにちょっと切ない旋律みたいな感じで歌詞とね へーって感じですね。これも実感こもってるかなわ <laughs> かんないけど。これ実体験かなって森高も途中からギター弾くようになったから、本当かなって、あの、この歌詞の感じが本当にあったのかなとかもちょっと思っちゃうんですけども、ねえ、付き合ってるときは、 ギターに夢中で本当は一緒に二人だけで自分はいろんなとこに行きたかったのにってね。肩髪の毛を肩まで伸ばしディスコにも行かなかったわねってすごい時代ですね。<laughs> 92年なのでね。うん、そうんそだけど別れた後にね自分ギター始めてねなんかこう思い出してるっていう。うん えなんかわかんないなんかかっこいいくて切なくてかっこいい曲だなって思ってこれ私多分何回か美食女ライブでも結構好きなのでやってるかなと思います私はなんかちょっとこの同じような経験はないけどでもなんかねあのすごく引っ張られる曲というかねなんかなりきって 陶しちゃうんですねうんこれもなんか印象的な歌で結構好きです。あ次はねまた打って変わってねザ・ブルー・ブルースっていうなんか彼氏はね <laughs> 受験生で軟道化してて自分はもう大学生だよっていうちょっとねディスリ系の上から目線な感じのあの 曲なんですけども結構これも森高っぽいかなっていう感じの曲なんだけどちょっとちょっと意地悪かもしんないけどね、うん、でもちょっとまあ歌ってみようかな「ザ・ブルーブルーシ」「あらあらどうしたのかな突然だね」 気分が悪くなったの頭を使いすぎだから疲れが出てきたのでしょう勉強のしすぎだわたまには外にでも出てブラブラして気休めでもしてきたら頭を使いすぎだから顔色が悪いのでしょう勉強のしすぎだわ ちょっと痛い,いのよ、一つだけ。デイトの場所で。教科書、見るの。頭のいい人だったら、効率よく勉強をしているから。こんなダサいことしないはず。だからあなた二度も受験に落ちたのよ、雪きっと。やめた。デイトは、久しぶり。あなたの顔。 見たらいいやけどさしたのおしまいよパパあらあらどうしたのかな怒ったのに、ね、少しは安心したわ頭を使いすぎだから回路が狂っているのよ勉強のしすぎだわだいたいややこしいのよこの関係 私は大学にな、うん、あなたは今もろモーニング生合格するまでバイバイらいわねん受験生頑張ってはい、いかがでしたでしょうか打ちのめされました。<laughs> すごい <laughs>。ね、あの結構森高はね、あの可愛い声であの、打ちのめるのでね、あの森高らしいディスリ系の曲だなと思います。 うんね、でもこれもなんかすごい面白いなと思ってて中高生で私はまあ結構勉強優等生で頑張ってたんですけどなんかこれ聞いて <laughs> なんか複雑な気持ちになるやら面白いやらっていう感じでね本当に忌憚なく言うなっていうあの感じでね今はもう歌いながらびっくりしてたんですけども。 こんなの言われちゃったらねあのもう落ち込んで勉強できなくなるか逆にやってやろうじゃないかってなるかどっちかだと思うんですけど皆さんこれ彼女にこんなことを言われたらね頑張れるかもう落ち込んで立ち直れないかねどっちのタイプでしょうかね森とかやっぱり S か M かって言ったら S ですね <laughs> 結構こういう感じもねもういいのでねんでもこれがまあ面白いんですけどもねはいすごく個性的な曲すごくね結構言っちゃうな言うよねっていう曲「ザ・ブルーブルーシュお届けいたしましたはいあじゃあ気持ちを取り直してねさっきのでぺちゃんこになった皆さんね生還のチャンスがやってまいりました これ「は励まされると思います。これは素直に嬉しいと思います。さあ立ち上がりましょう。ファイト」ata,「たん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 」「がんばって」ata, って「たん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 」Do「ぼんたまの」<twe ede> 太郎くん日に焼けて練習したって補欠だけれど汗を流して走ってるひたむきなあなたを見るのがとても好きなのさ 頑張って、今日も、ファイ、負けないで。さあ、つくても、今は、補欠だって。 諦めないで汗が輝いてるそんなあなたが好き自分の力信じて歯を食い縛る悔しい時だって涙隠している そんなあなた見てるだけで勇気が出るの。試合になると応援に回るけど、でも大きな声で声援してる。一度はきっと 晴れ舞台踏めるように私があなたを応援するわ。ファイ、胸張って今日もファイ、負けないで。 さあ、まっすぐに進め。補けつだって、諦めないで。泥だらけで走る。そんなあなたが好き。自分の夢を信じて、 歯を食いしばる後輩の背中を笑って叩いてるそんなあなた見てるだけで勇気が出るの汗が輝いてるそんなあなたが好き 自分の力信じて歯を食いしばる悔しい時だって涙隠しているそんなあなた見てるだけで勇気が出るの <laughs> さあ皆さん一緒にファイトを言いましょう せーの、ファイトファイトー頑張ってー元気な皆さん、ファイトー落ち込んでる皆さん、ファイトー最後、全員で皆さん、ファイトーもう一回汗が輝いてる そんなあなたが好き。自分の力信じて。歯を食いしばる。悔しい時だって。涙隠している。そんなあなた見てるだけで。勇気が出るの。<laughs> でたんでたん、ちゃん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 。はーい。今日はちょっとこれぐらいにしとこうかな。ちょっと曲数が多いので、ちょうどね、このファイトが、あのー、で、区切りがいいかなと思って、まだね、後半があるんだけど、結構曲数が多くてね、私もちょっといい感じで、あの、力つきそうなので、また、 後半はね、また今度ね、あの気が向いた時にね、やらせていただこうかなと思います。でもちょっとね、全部歌えるかなと思いきやね、あの歌えないかもしれないのもあって、それはまあ次までにあの歌えるようにするかもし歌えなかったらね、ところどころか朗読にさせてもらう歌もあるかもしれないけども、ちょっとね、2曲ね、怪しいのがあってね、他は全部歌えるんだけどね、 あーちょっとね、そう、2曲ほどね、歌えないかもしれないのがあります。でも後半は私の好きな「わかりました」もう入ってるしね、「ロックアライブ」もあるしね、演歌の「酔わせてよ、今夜」だけもあるので、ね、夏の海、雨のち晴れ、この絵もいいんですよねいや。たくさん入ってますね。なので、また後半も、 えっと、気が向いたらやりますので、楽しみにしていてください。こんなところで、皆さん、地獄のチューリップラジオ <laughs>。今日は1時間以内で終われそうでよかったですね。はい。それでは、えっと、ま、森高ファンの方は多めに見て、あの、ま、微笑ましく聞いていただければな、と思います。あの、あんまり比較してどうこうとかは、あの、いけ,いけずは言わないでくださいね。 <laughs> ちょっと思う感じでやらせていただいているのであのそこら辺は森高、えっと、ファンの皆さんも、えっと、大きい気持ちであの聞いていただければと思いますしあのプリンセスファンの皆さんはあのー、そう多分、あのー、そうですね許いろいろ許してくれると思うんですけども <laughs> はいよろしくお願いします。でははお相手は チューリップリンセスでした。それではまた後半もどうぞお楽しみになさってください。えー、今日の、えー、チューリップラジオは森高千里さんロックアライブ1992年のアルバムから、えー、と前,半を前半の曲を、えー、お届けいたしました。それではまた。